住宅ローンなどの借金を抱えていますおよそ五千四百万円結構ありますよねこれに対し、はい、月収と生活費はどうなっているかと言いますとおかくさんいいですかこちらですね、はい、こうなっている月収三十三万円、はい、生活費三十八万円ということはもう赤字ですよね完全な赤字です、はい、でポイントはこれなんですね、はい、ローンの支払いを除いてもこれだけ 出ているわけですということはローンを考えるともう借金は増える一方だということですよねずっしりはい。この借金を減らすためにどうするか毎月の収支黒字にしないといけないですよねそれが政府が目標にしている基礎的財政収支の黒字化なんですじゃあ具体的にどうするのか方法は二つしかないですよね二つ。収入を増やすのか支出を切り詰めるのか で,ね、でも普段の生活の中でなかなか支出を切り詰めるというのは難しいことですよただ収入を一気に増やすのもこれも簡単ではないだから日本の財政ってそんな難しい事態に直面しているわけですよね。